皆さんこんにちは。こんにちは。藤田よしかずです。木村孝之です。今日はですね、久しぶりに高弘、ありがとうございます。いつもお世話になってます。今日はもうちょっとスパンだいぶ早いんですけど。まあ早いですね。朝倉香奈ちゃんとコラボをして、見ましたよ。佐藤ドッキリに仕掛けたじゃないですか。はい。今日も佐藤ドッキリ仕掛けたと思います。やりましょう。はい。今は実は夢虎の2日前で京都にいて、ずっと夢虎のこういう形で夢虎のなんていうんですか、準備をずっと高弘としてたんですけど、今から佐藤が京都駅に着いて、僕の家に、泊まりに来るんですけど、はい、ちょっと京都ということで、京都に交えたドッキリを仕掛けていきたいなと思っています。はい、お願いします。はい、実際京都といえば思いつくのは何、京都といえば思いつくの、はい、まあ、なんかよくテレビで言われてるやん。そうかな、よくなんかまあ関西人というか、関西人の人がにしかわからない、なんか掛け合いがあるみたいな、そういうことね。のは聞いてま す, そうです、ね、関西人はわかるけど他の地方の人はわからないみたいな。まあテレビでよく言われるんですけど、京都人の人が来客を招いた時に、お茶漬けを出したらもう帰れっていうサインっていうなるほど、それはもう京都の人はもうみんなそれはもう認識というかもう共通のそれを、いや俺は正直わからん、でもそういう文化があるらしいなるほど。だからそれを今日佐藤に、京都ということでやってみるといいね、ドッキリ仕掛けたいと思います。はい、で今から俺と TAKAHIRO で車で迎えに行きます。で TAKAHIRO がiPhone で、まあ俺が言うとなんか変やから、まあ今日ねトレーニングをしてて京都で、でそのトレーニングをしてる京都のトレーナーからそういうことを聞いたっていう、なるほどね、お茶漬けを出したら京都の人は帰れっていうのを聞いたっていうのを TAKAHIRO が言ってもらいます。はいはいはい。でそれをこう TAKAHIRO がまあしれっと取っとくみたいな、なるほど、ね、ほぼ音声だけでもいいし、なるほど、あ音声だけでいいね。じゃあまあまあ音声だけというかこう、インカメで、暗いし、インカメで自分の顔載せながら撮っといて、佐藤の声も拾うみたいな。なるほどなるほど。で帰ってきてここに座ってもらって、隠しカメラがここに設置してあるんですけど、隠しカメラをうまいこと見つからないように、今カメラを撮ってくれてる僕の母親が録画を押してくれます。まあたわいもない話をしながら、僕の母親が突然お茶漬けを持ってくるっていうその時の反応を見るってことね。その時の反応を見るっていう。なるほど、はい、その時はもう俺らはもう別にそのさっきあの話したけど、あそれは触れへん、もう何も触れずに、そうで、そういう話を振っといて佐藤がどういう風な反応するのかっていう、なるほど、はい、感じでやりましょう。はい、っていう感じでやっていきたいと思います。はい、このドッキリ一番乗り気なうちの母親からもうお茶漬け作っとくって言ってましたね。お茶漬け作っとくとカメラ、隠しカメラの置き位置一番探してましたなるほど。ということで、はい、佐藤くんドッキリ仕掛けたいと思います。どうぞお願いします。それでは今佐藤のところに行ってます。はい、行ってます。もうなんかガードマンチャンネルみたいな、ね、もうガードマンチャンネルになったね。そろそろ佐藤コンクリートで埋めようや、あ家も壊しに行こう、家壊しに行こうか。じゃあ今からドッキリ仕掛けるってことで意気込みをまあ言うと、まあ僕のちょっと演技というよりもなんか佐藤がなんかどういうここでコメントをしてるかっていうのをなんかぜひ注目してもらいたいですね。なんかリアクションがあるのか、確かにないのかっていう、そこがなんか第一の注目ポイント。そうね、そうね、TAKAHIRO が初めての仕掛け人なんで確かにね、そこのこの緊張具合もちょっと見てもらえたらなあ確かに思っています。お願いします。はい、ということでドッキリやっていきましょう。やっていきましょう。パワーパイヤー。おいそー、田代口くんさ、飯ってさ、食べてる？あ、なんかね、俺の母親がちょっと作ってくれてるみたいなんで。なんか佐藤くんはなんていうの、佐藤くんだけないのあかんやろっつって作ってくれてるみたいやから。お前さ、ガチャガチャ感謝しろ貴様くらい。オッケー、いきまーす。お前ブリブリ今八丈口？いや向かいよ。動画撮って、動画来た来た来た、佐藤来た、動画撮って、来た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 、来ましたよ。ターゲット、ターゲット S。 まず止まると思いきや止まらないというドッキリからスタートしますあいつどこにおるんやろ。うぃー、これスーツケースもこう、ちょっとありがとう、いろ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 プログラムとかありがとうございます。お疲れブラザー。
元気こいてる。てかあれ何、佐藤お前さ、なんか吉川とさっきこっち車来る前に話しよってさ、なんかあの俺ら福岡やん、ああでさ、なんか京都の人だ、人のそれね、そう、なんか京都の人のなんか京都人だけわかるなんかそのご飯の時のなんか人のなんかさ、なんか帰ってほしい時のなんかあるあるがあるらしくて、あ、知っとうお前。え、何それ、それ何、違うって、それは何で知った、なんかあのお茶漬け出したらなんかそれ食べて帰ってねみたいな。え、何それ知っとうお前。あ、前全国的に有名。あ、そう、いや、なんかそのね、県民賞とかでもやるけどさ、いや、でも藤田家で俺はそれ感じたこと全くない。いや、藤田家であったらやばいやろ。やばいやろ、それはないよ。え、でも実際その、うん、お茶漬けのやつはなんかこう盛られてる。あ、マジ、なんかちょっと盛られてる気すんねんな。そんなにない感じ。うん、まあ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 、なんか、うん、なんなの。でもそんな俺出されたこともないしな、そんな。吉和は知っとったん、そういうのあるのは。京都人として、だからそれ県民賞とか見てからしか知らんかった。ああ、そう、もうテレビとかじゃない限り。佐藤こっち、佐藤とりあえずこっち、コロコロはいい、これもう涼しい、まだ置いとき。あ、こんにちは、お願いします。こんにちは、お願いします。いらっしゃい。すみません。あ、それももう、それもあげてよ、佐藤。藤田家に。はっ一緒の持ってくんな。いやいや、ありがとう。まさかの被ったという。それ、かぶりました。いやいや、それだけ美味しいことよね。でもこれマジで、でも人気ナンバーワンですよ。そうだね。お前、適当言うの。まあ、さっき飯食うの。あ、ちょっとだけ。座りも、なんかもう作業するのとかじゃなくて座って食べり先。いや、会社とかパクってきたっていいよ。ちょっとあんまり飲めないけどね。あ、いや、すいません、すいません、あ、いや、すあの、これあのめちゃくちゃ面白いことが今起こってて、京都駅からここまでの車の中でなんか高木のずっと言ったんですよ。京都の人はお茶漬けを出したら帰れみたいなその話があって、今これでお茶漬け出してもらったんですよ。いやいやいや、そんな、すいません、もう今来た人でも帰れない。いろいろさっきからなんかすごいね、お土産かぶるし。ほんまやな、ほんまや。もう食べる？食べて。なんか起きて。何が起こる？あ、だけです。とりあえずそれで足りんかったら。あ、いや、全然もう食べます。さっき店主って言ったら、店長、あの、行こうかな。ということで、はい、佐藤くん、ドッキリです。てってれー。てってれー。なんか、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。何のドッキリか。何のドッキリですか。何のドッキリでしょう。何のドッキリですか。じゃあ高井郎くん言ってください。だから京都の人は、はいはいはい、お茶漬け出したら、はい、帰ってくる。実際に起きたらどうなるって。そう、そういう、そう、実際に起きたらどうするかっていうところで、どうするかてってれやね、うん、どうするかてお前ら、お母さんを巻き込むなよ。茶番にお母さんを巻き込むなよ。どうするかてってれやんだけど、なんかなるほどね。うん、ちょっとしょうもない。いや、ビビったよ。そんなこと起きたいんだっていう。何？ドッキリが悪かったかな？種類が悪かった。悪い。はい、ということで、ちょっとあんまり面白くないドッキリになってしまいましたけど。まあ、お母さん巻き込むな、お前、茶番に。ちなみに、あの、カメラの隠し位置とか、一番寝てたお母さんやから、そう。一番の。そう、ということでした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最近ドッキリの回数多いですけど、確かにこれからもやっていくんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあチャンネル登録、チャンネル登録、はい、じゃあこの動画、これ良くないよ、この動画。
この動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では皆さん、さよなら。さよなら。本当ノイローズになる。